どうもです。松下明です。お疲れ様です。明けましておめでとうございますですかね。いやーすいません、もうちょっといただいてます。ちょっとまあ反省会なんですけども、新年会を兼ねてますんですいません。シャアのモノマネ見ていただきました。ちょっとどうなのかなと、ヘルメット作ったじゃないですか。これ結構適当にセロハンテープと厚紙だけで作ってるんですけど、これがね、これをかぶってこれをかぶると結構ね装着がめんどくさいんですよ実は。この中の内側の内装にねこううまく収まらなくて、じゃあ内装緩めればいいじゃないかっていうことなんですけど、ここのこれをね調整できるんでアジャスターで。でも緩くするとこのゆるゆるグラッグラしちゃうんですよ。これほんと失敗したなと思って、これだから要するにこれ一回つけるはめるとこういちいち外したくはないんですよ、めんどくさいから。でこれがセロハン貼ってんですけど、これがねまあこれがちょっと視界が悪くて、いちいちその映像のチェックはできないっていうか、もうめんどくさいから しなかったんですね結局。いてて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 、これがねまたいてててててて、まぶたに引っかかる、あたたたたたたた、結構さめんどくさかったんですよ。これがさ意外と適当に作ってる風で適当じゃないっていう、あの展開図とか設計図なしで行き当たりばったりなんですけど、それなりにはよくできてるかなと思ってるんです。まあ実際のデザインとはかなり違うんですけど、この工事現場用のヘルメットのこの返しに合わせてるからね、ちょっとデザイン変わっちゃったんですけど、ちゃんと内側もあって厚みがあるんですよ。まあこんなここまで凝る必要はなかったんですけどね。なんかついこうやっちゃうんですよね。で、セリフを一つ忘れまして、シャアのセリフで戦いは常に2手3手先を読んで行うものだっていうのがあるんですけど、それを散歩は常に2手3手先を読んで行うものだっていうのがあったんですけど、入れるの忘れてて、後で編集の時に気づいて忘れてるの。あのセリフが結構好きだったのに忘れてるんですよね、言うの。まあシャアが言えば、散歩とは常に2手3手先を読んで行うものだ。これ池田秀一さんのモノマネなんですけど、要は声優さんの、池田秀一さんの声ってのは角張ってないんですよね、常に落ち着きがあって、で一音一音丁寧にこう置いていくような感じなんですよ。まあこれ勝手には私の解釈なんですけど、戦いとは常に2手3手先を読んで行うものだ。これがこの同じセリフをもしアムロが言ったら、古谷徹さんですよね、戦いとは常に2手3手先を読んで行うものなんだ。アムロ。ブライトさんだったら、戦いとは常に2手3手先を読んで行うものだ。この人はもう本当にリーダーシップのある真面目な人だから、この有無を言わせない言葉に、迫力があるんですよね。
迷いがないっていうか。あ、すいません、僕ちょっとピーマン好きなんでピーマン炒めたの食べてます。ピーマン大好きだからもう生でそのままかじったりもするぐらい。すいませんね、本当にいつもゆるゆるで。同じセリフを例えばじゃあアナゴさんだったら、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんだよ風太くん。これまあアナゴさんなんですけど、若本さんあのプリズンブレイクのティーバックもされてるんですよね。これちょっと違うんです、似てるけど違う。散歩と常に二手三手先を読んでおくのものなんだよ。できてんのかな、ちゃんと。勝手にあのできてるつもりでやってるだけなんで。じゃああの相棒の右京さん、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんですよ。じゃあやったことないけど小日向文雄さん、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんですよ。ぶらり途中車の旅。あー、いいですね。散歩とは常に二手三手先を読んで行うものですからね。小日向文雄さん。あとはジェイソン・ステイさん、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものだ。これをちょっとひねるとルパンっぽくなるんですけど、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんだよな。全然違う。シルベスタ・スタローン、佐々木勲さんが声が低くなりすぎてちょっと何言ってるか分かんない、シルベスタ・スタローン、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんだ。鬼滅の刃の鱗谷左近次さんは大谷宝珠さんですね。あ、間違えた、大塚宝珠さん、大塚宝珠さん、鱗谷左近次、散歩とは常に二手三手先を読んで行うものだ。あんなんが遅い。判断が遅いって言い方が遅い。ジャッキーチェン石丸さん、おい、散歩とは常に二手三手先を読んで行うもんだろ。ジャッキーチェンできてんのこれ。デンゼル・ワシントン、大塚明夫さん、散歩とは常に二手三手先を読んでおくら、散歩とは常に、散歩とは常に二手三手先を読んでおくらものだ。散歩とは常に、ああそうか、散歩とは常に二手三、ダメだこれ全然できない、酔っ払ってきた。これああもうちょっと反省しなきゃダメだこれ。ピーマンとミンチで、お手製のニンニク醤油とで普通のソースウスターソースで味付けして、うちの店で出してるやつなんですけど、ちょっと今コロナで休業してるんで。アムロは
なんだろう、ちょっとこう感情的になる人ですよね。でプライドは高いんだけど、ちょっとまあ人間としての器は小さくて、そういうのがちょっと声に乗ってる感じですよね。散歩とは常に二手三手先を読んで行うものなんだ。古谷徹さんといえばやっぱり巨人の星じゃないですか。ちょっと世代がもうすぐ還暦なんで、本当にもう世代なんですよ。でガンダムもそうなんですけど、巨人の星だったら勝負だ花形花形花形満は星君、大リーグボールを投げたまえ。これあれなんですよ、ルパンの五右衛門と同じ人だから同じ声なんですよ。ルパン、拙者はこの仕事を降りるで、番中だが、おお星、大リーグボール投げるんじゃい。星一徹、言うまよ、大リーグボールを投げるのだ。で、花形、大リーグボールを受けてみろ。でそれを見守っている、左門豊作、星君、大リーグボールを投げると手伝い違う違う。星君、大リーグボール投げるとってスタイル違う、全然分かんない。サモン豊作だけ分かんない。あれどんなんだっけ。星君、大リーグボールを投げるとってスタイル星君、大リーグボール投げるとって違う、全然違う。どうすんだよ、サーモン大作。あ、そうだ、これベスト、まあベストじゃない、本当はマントみたいなやつなんですけどね、あのシャアのビニールテープ、黄色のビニールテープ適当にそれっぽくしただけなんです。で、これ着てこのヘルメットかぶって歩いてたら結構人に見られますね、ジロ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 恥ずかしがり屋だから結構こういうロケ苦手なんですよ反省は大体済んだかな。適当すぎるんだよな、適当なのに。適当に始めて急に凝り出したりするから、なんか面倒なことになっちゃう。こういうのあ、焼酎飲もう、焼酎。いやー、年明けてからもうちょっと大阪公演とかの準備でネタ考えるの結構大変で、大変、もうあんまり休んでないね。もうずっとネタ考えてて、で大阪公演終わって今度九州ツアーがあるから、またそれに向けてっていうのが、トランプがもう大統領、トランプ政権じゃなくなるから、それに合わせてネタを変えなきゃいけない。もうそう悩んでんだけど、もう悩んで、ちょっともうお手上げ状態になっちゃったから、ちょっともうちょっと動画でも撮ろうかなと。焼酎炭酸で割っただけですシャア、私は焼酎でもいただこうか。シャア、私は焼酎でもいただこうか。アムロ、僕だって焼酎を飲みたいんだ。僕だって焼酎を飲んだっていいじゃないか。あの人16歳だからダメなんだ。ブライトさん、私には焼酎をもらおう。私は焼酎が飲みたい。違うな。ランバラル、男なら焼酎をストレートだろう。ランバラル、ジオン軍の
ヘッドパイロットのあの渋い人、渋いけど実は35歳っていうランバラル。男なら焼酎はストレートだろう似てんのかな、よくわかんない。ちょっともう酔っ払ってるから、ちょっとうまくできなくなってきていやこれ参ったよな本当に。これ間違えてんだよね、周りが色があってこのレンズは白なんだ本当は。間違えてんの、これセロハン貼って、まあ見えなくはないんだけど、これで散歩もできるんだけど、撮ったやつの確認とかこのカメラいちいちこう編集するのが見えなくてめんどくさいんですよね。これかぶっちゃうといちいち外して確認する。だからもう携帯ばったりですよ、一発撮りの。これがうまくね、かぶれなくて。あれ、これこの話さっきしたっけ。あ、したような気がするいてててててて、あ、いてててて、これまぶたに引っかかるの、あたたたたたた、いてててててて、あたたたたたた、あやだだだだだ。ここはあのレンズと目がこう触れないようにこう厚みをつけてるんです、内側にね。これ撮るときに引っかかるん、はあ、はあ、ピーマンうめえ。でも作りすぎた寝てた。寝てるの起こすのかわいそうだから、また今度ね。いやーしかし、結構モノマネシリーズやってますけど、別にそんな普段やってるわけじゃなくて、普段はあの舞台では仕事の方は政治家とかが多いんですけどね、まあ、それもそんなにモノマネ意識してやってるわけじゃなくて、モノマネは人がやってるの見るの好きなんですけど、自分はあんまりそんな興味なかったんですけど、やるってことでは、ね、ちょうどコロナで仕事がなくなって自粛で家に閉じこもってて、ちょっとやってみようと、やったことないんだけど、できそうなのを選んでできそうなのや好きな俳優とか好きな声優さんを選んで試しにやってみようってやってるだけで、そんなにちゃんとできてるかどうかっていうのもちょっとわかんないし、なんかこう楽しいからさ、やってるとこうその気になってやるのが、後で見返したら全然似てないんだけど、その時は気分よくなりきってやってるんで、私は焼酎をもらおうか、しゃアムロ、僕だって焼酎を飲みたいんだブライトさん、私は焼酎をもらおう。アナゴさん、フグタ君、やっぱり焼酎はうまいね。私はお酒の中では焼酎が一番好きですよ、ウキオさんいやー焼酎いいですね、うまいですね。小日向文世、あれこれ全部さっきやったっけ、あれ
なんかやったような気がする。眠くなってきた。眠くなってきた。なんかモノマネシリーズもなんかどうなんだろうな。いつまで続けられるんだろう。仕事がぼちぼちね復活してきたから、そっちのネタ考える方が大変すぎて、動画とか上げる余裕がないっていうか、別にもう話しかあるけど、トヨタすごいね最近。なんかすごい車作ってるよね。トヨタってあんまり好きじゃなかったんだけど、ちょっと見直したな。トヨタって今まで好きな車って初代の MR2 だけだったの。でもなんか最近気合い入ってるよ、なんかスポーツカー作って。MR2 欲しいなあ。あれはね、もっとちっちゃくて軽自動車である形だったらよかったんだよな。ちっちゃい車好きだから、昔の 360cc 規格の軽とかね、で機械いじりが苦手だから、昔の古い車ちょっと、あ、やばい、眠くなってきた。焼酎うまいぜ。反乱ができない。鱗滝サゴンジ、反乱ができない。酔うのが早すぎる。